映画を作りまして、今年の6月公開で黒木ひとみさんが主演で、で魔女の香水という映画を作りまして、版権を売りながら、でそれとともに香水も輸出していきたいと思っておりまして、今実際に台湾と香港から引き合いがあって、今金額とかの商談を詰めているところですけど、この展開もしていきたいと、できれば全世界に展開したいなと。今回の、プランを簡単に教えてください。日本一女性に愛される香水ブランドを作りたいというところなんですけど、今現在、日本最大級の女性の経営者の会エメラルドクラブをやっておりまして、全国に13カ所支部があって、1800名を超えるぐらいの女性社長がメンバーとしております。でその事業をやっていること自体が、女性が活躍する社会を作りたいという思いでやってきてるんですけども、今回その、女性を応援したいという気持ちでですね、映画を作りまして、今年の6月公開で黒木ひとみさんが主演で、で魔女の香水という映画を作りました。で6月から全国の東宝シネマとか映画館に、放映予定になっておりまして、でこれからプロモーションしていくという流れになっております。で女性を勇気づける映画のストーリーになってまして、サクセスストーリーでですね、見ることによってちょっと勇気づけたりとか、一歩踏み出そうと思っているとかですね、そういったシチュエーションのストーリーが入っております。でこれは私の経験談と、そして会員様の女性社長の経験談に肉付けをして作ったストーリーになってまして、非常に感動するストーリーになってます。映画の制作自体は初めてだったんですけども、なんとか一人でも多くの方に見ていただいて、女性を勇気づけたいという思いでこの映画を作りました。でこの映画を見るとですね、香水を買いたくなる、ストーリーになっておりまして、でストーリー的には、魔女役が黒木ひとみさんなんですけど、香水屋さんのオーナーで、そこにいろいろな女性がこう相談に来て、であなたに合った香りはこれよっていうことで、香りを嗅ぐことによって気持ちが変わって人生が変わって成功するというストーリー で何人かの女性のストーリーが組み込まれてるんですけど、この映画を見ることによってその香りが非常に気になって香水を使いたくなるということで、今回香水のブランドを立ち上げまして、でこれを事業として展開しようということで計画しております。キャスティングそうそうたる方々、はい、こういうのってこう自分で映画作りたいと思って作れるものなんですか？約2年前にですね、TBS スパークルという会社からエメラルドクラブの2人の問い合わせがありまして、で初めはテレビ番組を作りませんかというお話だったんですけど、番組作っても流して終わりなの で前からストーリーで人の心を動かしたりとか、分かりやすく言うと、私が小さい頃にスチュアーデス物語のドラマを見てスチュアーデスになりたいと思ったりとか、キムタクさんが弁護士のドラマに出ると弁護士の受験生が2倍になったとか、そういうのを見てストーリーを見ることによって気持ちが変わって人生が変わるきっかけになるなと思ってたんですね。で私はエメラルドクラブを通して女性を応援したいという気持ちがあったので、そんななんか応援できる映画を作りたいなって前からちょっと思ってたんですけど、でその時にちょうど TBS さんからお問い合わせいただきまして、番組はちょっと興味ないけど映画で残るものだったら興味あるってお話をしたところ、ぜひやりましょうということで、今でいう監督、宮崎監督ですね、ストーリーを作って監督もやっていただいている方で、映画も作れますということで、2人でですね、もう18回ぐらいストーリーを書いて書き慣れて、納得いく映画ができて、ストーリーができて、じゃあそれを形にしようということで、でその監督がもともと黒木さんの映画を作った経験もあって、つながりがあって、黒木さんも女性を応援するものだったら協力しますということで。これピー音入れますけど、はい、制作予算どのぐらいですか？37人から出資を集めまして映画を作りました。これ素朴な疑問なんですけど、はい、すごい素晴らしい仕組みだなと思うんですよ。で映画がもしこけてしまった時も、はい、香水って売れる。そうなんです。香水そのことも、はい、あるというか、映画のために香水作ったわけではなくて、香水一つの事業として確立したいので、3つのブランドを計画しておりまして、で1つは映画から生まれた香水ということで、プリエールという、プリエールって再生とか、いう意味が映画で出てくる商品名とそのままなんですけど、その商品が1つ で2つ目がドクターパフュームという今商標を申請してるんですけど、香りによって気持ちが変わったり脳を活性化させるような効果があるので、 100% 天然の香料を使って、で今世の中で問題とされている4つの病気、1つが睡眠障害、4人に1人が睡眠障害って言われていてですね、で2つ目がうつ病で、3つ目が集中力アップで、4つ目がダイエット、そういったところに効果がある香りの香水を出してですね、で精神科医さんとコラボしながら、オンライン診療で薬とその香水を処方するものの商品展開をしたいなと思っています。これはでも映画頼みだけではない、ないんです。映画で香水が出てたまたまそうなったのか、もともと香水を売ろうと思って映画を作ったのか、どちらですね、一番初めは映画の話から、どちらかというと、女性を応援したい
いという思いで映画を作ろうということになったんですね。で、映画の業界全く知らなかったので、いろいろ調べてみたところ、映画って100本に1本しか当たらない、当たらないというのは黒字化しないって言われてて、非常にリスクが高いんですよね、何億円もかけるのに赤字の映画が多いと、まあ、そのリスクがあるところに挑戦するのにお金を集めても、すごくお世話になっている方にお金を出していただいたりしているので、どちらかというと私は恩返したいという気持ちになっておりまして、なのでこの映画の収入と香水の事業を、売上を上げる会社を新設しまして、そこに出資をしていただいて、なので映画と香水の利益を一つの軸にした会社で還元するというモデルです。そうすると宇田原さんが集めてるような感じなんですか？あ、私が全部集めました。あ、そうなんですね、はい、それで言うと今回これ1000万の出資なんですけれども、はい、もともとその出資されていて、はい、1000万っていうと、そのうちの要は出資額っていうようなイメージなんでしょうかね、はい、そうですね。あとは映画の方は協賛も集めているので、はい、全部出資ではないですね。映画の協賛企業様も募っておりますので、はい、ええ、はい、それも合わせてという形になります。の投資でリターンっていうふうに書いてある部分に関しては、はい、それも、映画の収入と香水の事業の収入を還元するという、はい、海外転換もしたいと思っておりまして、うん、黒木瞳さんがアジア圏では結構有名でですね、特に中国圏とかでは有名ですので、この映画を海外に版権を売りながら、でそれとともに香水も輸出していきたいと思っておりまして、今実際に台湾と香港から引き合いがあって、うん、今金額とかの商談を詰めているところなんですけど、そこの展開もしていきたいと、できれば全世界に展開したいなと。メイドインジャパンの香水で有名なものがないので、日本人が好む香りというのを世界に売っていきたいということで計画をしております。宇津ヶ原さん、この投資なんですけど、はい、これ例えば1000万円お出しした時の一番良かったパターンと一番悪かったパターンで言うと、はい、1000万円がどれぐらいになる感じ？一番いいパターンとしては、私は01を作るのがすごく得意というか好きでですね、01を作る人と1を10にする人と10を100にする人って違うと思っていて、なので私はこれを立ち上げてある程度記号に乗ったら、事業とかなのか、まあ、ブランドなのかを売却しようかと思っているんですね。で、目標としては5年以内に20億で売却しようと思っているので、一番理想のパターンは20倍で、株式をバックする、出資者にバックするというの、これはなんか20分の1な感じ、はい、そうです、ね、20倍にしてバックするというのが一番の目標ですね。悪い場合は映画が大ごけして全く売れず、ただですね、私の周りのすごくお世話になっている方37人にも出資いただいているので、新しい事業は私は挑戦してしまうと思うんですよね、はい、次の事業なので、ちょっ とお時間もちょっといただきながら、そこは確実に何かリターンは返せるような動きはしたいなと思っております。でもなんか投資なんでね、はい、なんかこの事業に対してなんか白黒つけないと、はい、逆に言うとなんか投資する側もフェアじゃないかなみたいな、なんかうまくいったらなんか20倍になるけど、はい、悪くなってもなんか次のことやって返してもらうっていうのはなんかフェアじゃないなと思うので、なんか全然それはなんかその心意気だけ、はい、ありがとうございます、嬉しいなと思いながら、はい、ありがとうございます。